縄張りメインにするかじゃ。腹持ちさすがに弱いか。ゾワゾワ真空完全いなくなったらまあ捨てればいいか。アドレイン切りも持っていくか。混乱、流り、ドレイン、ちょうど 5?腹持ち2だよね、これ確か。2だかな。畑にね、縄張り落っこってたんですよね。縄張りメインで行くか。ちょっとだけ強くなってる。だから。これ、メインに捨てて。あ、てかこれ、あれ、拾ってよかったんじゃないか。手間取っちまったな。で、ドレイン、銅、腹持ち。前のは結構もう強かったかな。てか、あれワクワククリアした、あれ記念品だったかな。記念品を使ってしまった。ドレイン切りで、6、8か。うん、8になったのか。これが10か。10と8、とりあえず腹持ちつけたかったから。よし。装備、装備、あれ?いいんだよ。で、アイテムは、フォーチュンタワー潜った時のまんまなんで、これで行く?行ってみようか。行けんだろ。ほんで、ポイントカードだけ置いとくよ。よし。フォーチュンタワーね、腹持ち出たんでね、行きますか。適当に回ってやね、1個ぐらい出んだよね。よし。前よりはまあ楽じゃねえけど。てかあれ、俺抹茶俺全部飲まなかったんだ。冷た。おにぎり。あとね、天使の種。そうなんだよね。天使の種なんだよね。あ、おはようございます。昨日はありがとうございました。ごめん、気づかなかった。うん。ポコマル。マスコットキャラクターポコマルが来た。結構あれっすね。なんか上がれそうじゃない?頑張れば。うん。あ、やべ、金もそのまま持ってきちゃった。あ、まあいいか。別に。こんぐらいだったら。いい感じ。俺どんぐらいなんだよ。俺プラ6000なんだ。一応ね、日中はね、あれなんですよ。夜ね、一気に詰まってくんだよね。残り1時間前にすごいことになる。お、びっくりした。このゲームたまにフリーズすっかんな。たまにフリーズしてそのまんま死ぬっていう。死ぬっていう意味は、敵に殺されるとかじゃなくて、データが持ってかれるっていう意味で。デコボコなんだよなぁ。ケモケンか。冒険で試してみるかとりあえず。識別だと嬉しい。識別だ。前回識別全然出なかったかんな。
何？もしかしてポリコレを略すとポコなのかもしれない。教育テレビのマスコットキャラクターみたいな。とりあえず名張に腹持ちついてるんで、これだけでだいぶ違うと思うんですよね。いい感じのポイント、デジャブ。いい感じらしい。カレーが送られてくるらしいからね。俺も気張ってあれだな、応援に行かないと思う。ただ俺なんかね、昨日なんか17時間配信してたらしくて、なかなか行けないっすね。またケモケンか。保存とセナックスはあるから、それ以外なんだよなこれって考えると何なんだろうな。ただとお祓いあたりが濃厚になってくるんだけど、17時間って多分最長だと思うわ。まあ、夜中の分から入れてだからあれ。まあ、トシエロが来るからね、最低4時間はやるからな。いい感じのポコ。ポコマ。なんだ。よ。武器束ねの腕は、装備している武器と同系の武器が持ち物に入っていると攻撃力が上がる。あ、そういう系か。なんか似たようなのがボイドテラリウムにあったような気がする。武器を多く持ってると攻撃力上がって、防具を多く持ってると防御力が上がってみたいな。とりあえず腕は識別してこっか。混乱よけ。ポコマ。ポになってポだよだったよく見た。短縮されている。この間さ、夜中配信ブラックアウトしてたでしょ。あれさ、警告とかも何も来なかったの。恋じゃない放置配信なんか、セーフって書いてあったから、あれを恋ではないって言うのであれば、まあ恋ではないんだけど。あ、痛恨か。4人のマサル集結やな。へへになった。いい感じではないです。2階層であれか、20か。腹持ちはいいっすね。うん、絶対このダンジョンに必要だなと思って。大変。保存、鉄、楕円、強化弱化があるから、ちょ、見ときたい感はあるんだよな、それも。まあ、あと2とかだったら、まあ、冷え冷えとか、三河足とか、その辺もあるからな。うん。さて。幸せそう。天使そうか。4枚あるから、プラスレベル12か。どこで使うかだよな。これ以上上がりづれえだろうってタイミングで使うのが本当は一番いいんだけど。5等分のマサル。5等分のマサル。クスキンはいいかもね。うん、あと外しの罠早く欲しいな。うん、縄張りか。
え、そんなに、そんなに、そんなにやってたか、俺。これさ、浮島ってさ、なんだろう。高飛び以外だと、やっぱあの、カッパしかないのかな。通過ってないのかな、今回。通過はすごく素晴らしいんだけどな。四角。ああ、わかんなくなってきた。武器識別はな、迂闊に行えないからな。丸四角、楕円、細い、正方形。攻撃力はこんぐらいだといいのかもな、むしろ。うん、隕石か。隕石、いいね。なんかでもこれでことが進みそうな感じがするんだよ。まあこのシリーズをとりあえずまとめとこう。あーと。本当にそのまんまで来たかんな。ダンジョン抜けて。腕輪をとりあえず識別していくぞ。本当は草もしたいんですけどね。何ノナリーって。え、ノナリーゲーム。え、扉をくぐるたびに自分の中心に爆発が起こる。他にも特殊扉が閉じなくなる。これ絶対ノナリーゲームじゃん。さすがスパチュンさんやで。あ、店あるな。よし、ここでじゃあ早速武器識別するか。俺は絶対に盗みはしません。これ識別だと超助かる。線か。ドラゴン、あ、俺持ってんのドラゴン。さっき。前、器具に見て出て死んだからな。よし、まず、じゃあ持ってるやつから行こっか。1230には、むしろプラスだな。ある上にさらに祝福と呪いまでの代金が出てるっていう。ね、なんだっけ、あ、隕石か。いくつ ?1230?1200? あれ縦だよな、これ。この隕石1200、あ、あった、1232。プラマイの祝福だわ。プラマイの祝福、あれ、プラ2だった。プラ2もそうなの。あ、プラ2があれか、ほんとだ。こっち見てなかった。祝福、プラ前の祝福とプラ2って一緒なんだな。3500。特
カゲってすげえな、そんな高いんだ。どこだトカゲ。あ、トカゲ一番縦の中では一番上なんだ。トカゲ丼ゲイズが高い。3500プラマイだな。浮き識別してくぞ。獣の奥、合成そのうち出ると思うんだよな。獣犬あった。560はプラマイだな。識別したやつこれ入れてくか。ほいほいのほいと。クスキン350 350は多分プラマイだと。クスキン、うん、プラマイだね。メッキつけたいね。まあ、うん、縄張り2200はプラスじゃないかな。縄張り抜けんだ。2100プラマイだ。2100プラマイなんだ。別に、まあ、あ、プラマイだったらなくていいな。これ売ってもいいな。だったらプラマイだったらこれ売っちゃおうか。6000円。足元見やがって鉄、はい。477はでマイナスじゃないかな。鉄477プライチだ。プラスなんだ。もともといくら。あ、455なんだ、もともと。へえ。合成が欲しいですね。正方形を見ていこう。420。序盤でお店出るとこういう時助かりますね。420か。424でしょ。4回で420。換金封じ、フィーバー、変化、変化、割れない、あと底抜け。まあ、微妙なツボっすね。いいもんは入れちゃいけなそう。420って書いてある。いや、でも背中持ってんだよな。1408、3回で1408。これ笑いなのかな。3回で1408、売りが1408。乙女の祈りの壺っていうのか。そんなんあるんだ。笑い背中すっとだ。どれだか分かんないんだ。一緒なんだ。あ、そうなんだ。
細い壺。382。細い382。385か。385は底抜けだな。2回だよな。2回で385だったら、底抜けだけだな、該当するの。底抜けだって。オス系はあれなんだね。オスまでわかんないんだね。するあれもないしな。俺はちょビビってんだよマジで。この間殺されたから。644。3回で644。644あった。お祓いたたり祝福か。健全なアイテムを入れて何もなければお祓い。他の2個だったらなんかつく。入れてみますか。じゃあ識別したやつ。ああでもあれか。しまったな。ああでもああなるほど。これ入れればいいんだ。四角に入れる。ほい。なんだ。お払いですね。これはいい感じ。これを装備しといた方がいい。うん。楕円形。楕円形2。962。楕円の2。962でしょ、売りが。2で962。あった。ヒエビエミカワシヤマビコメクーバーリー。こうか。どれかのこう。
虹色が300でしょ。草300、これっていうかやっちゃったかな。一応300は大丈夫。500にね、キグニが入ってたからな。上がるときに飲みましょう。で、1000は、技回復、甲羅消し、困った、コクった、混乱、真空、昼夜っていうのがあるんだ。敵加速、爆睡、爆地、魔物ベア、予防、技回復。じゃあ、行きますか。おにぎり入れとかないとな。萎縮が出ても巨顔に出たんで、あと腹持ちあるしな。金食い、いびつ、一発殴るごとにってやつ。これ周回したらもう一回行くかな。お金なくなるの。あ、でもこのダンジョンだと金は拾えるからな。なくなっても別に、でもデメリットないよね。ただ普通に殴るだけで一発につき金35ずつなくなってくんだよね、確か。あ、盾か。手持ちのギターを支払って代わりにダメージをより軽減したの。しかし、支払うのだけのギターがないと、なくなってしまう。これさ、盾の方はどうなの？なんかね、殴る方はかなりいいらしいんだよ。俺さ、でも金かけんの嫌だから。あんまり好きくないかもです。俺、覚醒寸前だったのか、そういうの。はい。もうちょいこっち行って。いびつ見るか、じゃあ。いくつだっけ？ 3？3 だっけ？1006って結構あれね、あった1006。1006は、冷え冷え三河市、目配り。あ、これもこうなんだ。パワークーで、
そう読むか。オーラ消しなんだね。金杭を収めたらもう完全にもう壺だらけになっちゃう。タヌキ。せかしてくれ。ふっか。三日月合成の可能性あるな。いらんもん合体させてって感じかな、とりあえず。レベル今いくつ ?6 か。いくつになったら天使層使う?後半だよな、とりあえず。どう考えても。トカゲ、クスキン、隕石、鉄。この辺は使いたくないな。どうでもいいやっていう。割れないとかの可能性もあるしな。5を見て2個拾ってもう1個が5だったら合成率相当高いんだよね。水切りはいいね。素晴らしいね。これとあれトカゲ切りついたらかなりあれに強いかな。乗るらしいかんね。覚醒寸前。100とかだもんな、だってまだ。100で天使層使ったら、バチ当たっちゃうよ。バチは当たらないな、別に。ツボ。お払い。引きは悪くない。こいつなんかいつもよりなんか緑じゃん?こんな色だっけ?もうちょっと青っぽい気がする。いつもは。場所がなんで俺外出してんだ。ほら、外し作れ、外し。外し作れいい。何それ。これがもしかして昼夜逆転?いや、違うか。そんな感じじゃねえか。もしかして一本道エリア。識別、あれ識別あったあった。ノナリーとかあんだって。ノナリーゲーム。魔法の呼び、バカ。バカのでは。バカのではっていうやつです。こっちの、あれだね、壺はなんかあんまりいいの識別できてないな。売っちゃっていいな、なんだろ。もう一個の方なんだっけ?浮きたわね、混乱、痛恨。痛恨いらねえな。混乱はかなりいいっすね。ガマクソ、ガマクソ、ガマクソ。投擲武器がないから、お金をギタン砲にすんのは、あれか。結構良さげなのかもな。石持ってきたかな、前は。鉄か。なんだあれ?ぐるぐる回って。金子。金子。
確かめてみるのはいいかもな。鉄とフッ化。3なんだね。強化値低いな。そういう感じなのか。ガマクソ、ガマクソ。なんでだ。なんでだよ。なんかないかな。OK。狼か、狼メインに据えてもいいな。見てみよっか。これに入れるで見てみよう。まずで、いや金庫とか水切りは、トカゲとかな。どうしようか、鉄と隕石も入れるかなんなら。そうすれば一応呪いにはなんなくなる。ただ、強情の場合、取れなくなる。別にか、盾なんかなんかいっぺん出てくるし。なって、これ割れたら、一応合成にしとこう。割れなかったら合成にできるもんな。割れた。強っ。強くなってきた。どうしよう。17。結構強いじゃねえかよ。いや、強情の可能性あったかんな。
ナバリ、これにプラス9つけられるから、じゃあ取っとこう。うん。腹持ちが大事。枠、スペースがね、作れたんでね。OK。剣と盾だったらやっぱ盾が大事っすな。こっちもまあ大事だね。よし。識別をしよう。あ、幸せ。あ、今の状態だったらちょっとありがたいかもな。いや、いらねえな。気配ずっとつけてた方がよっぽど。そうなんだよな。結局こうやって腕は識別してても限られてんだよな、使えるところとか。局所的なやつですよね。てか、ドラゴン持っててよかったな。ウッホにやられるとこだった。旅の音も。ふぅ。いるね。いや、ちょっと待って。親父戦車もいる。これちょっとダメでしょ。ここなら大丈夫か。ナバリをまず投げます。で、これか、さっき作った狼投げます。オッケー、強い。19。親父はダメだからマジで。反撃。ふう。あかん。スーパー状態が。マゼルンいるのか。合成欲しいっすね、あと。うん、ひし形。帰ってた。あ、ナバリあるからあれか。ちょっとは軽減されてんのか。混ぜるんだ。よっしゃ。やべ、識別されて、
るやつだとトカゲ、トカゲか。クスキントカゲしかねえか。金食いはな。縄張り投げる。トカゲ。ちょっときついんだよな、あれはあれ。よし、トカゲついた。手斧に、だから、あれだな。反撃。クスキンをちょっとつけたいんだけど。ウッホ、ウッホ、ウッホ。親父がいる可能性が。あ。やべ、ハイパー混ぜるんだ。いや、まあでもまあ、あれか。盾が強いからいけるか。クスキン、えい。よっしゃ。いや、ワクワクの、なんかね、気持ちで行くとね、ダメだね。あ、痛恨か。これ攻撃は多分消えるな。あれ消えなかった。一応取っとく。わらわずし欲しいな、早く。あれがあればね、この辺が一気に。わらわずしと合成があれば、この辺の問題が一気に。復活。あ、出た。金食い。棍棒の方。お前いるんか。ラビちゃんいますね。クソラビいるな。縄張り。ん？あれで縄張りって読むんだね。名前変わったのかと思ってた。爆破学連になったんだって。あ、どうしよう。水切りね、呪いの可能性あるけどな。あとなんかもうすでになんか攻撃力高いから嫌だな。マゼルンエリア。ノロちゃん。星型。散々じゃねえかよ。
待って、ここで巨大だな。ギャザだ。あ、なんだろうな、ツボがもう多すぎてダメになってきてる。あ、ゲイズ、ややゲイズ。ややトゥーレ。ディンディンディリンディンディンディリン240、まあいいや。あ、240か。高飛びで物食って逃げて殺されたからな。240は萎縮、威嚇、混乱、素早さ、成長に目薬、パワーアップ、目薬、目つぶしの封印。成長。2000か。あれ、2000って。別のさ、こっち側いらねえんだよな。これに入れちゃおっか。入れる2000。物忘れの可能性ある。あ、無敵だったのか。これ売ります。これ俺が置いたやつ。カバ。800の巻物。口なし銅像、引き寄せ、拾えず、水枯れ、罠消し、罠。これちょっと欲しいな。どうしようかな、あとこれ。食べる。で、待って。で、お金ならあります。これでいいかな。あ、白紙いるわ。アクション持ってこう。で、あとはこの辺だな。ひし形420の壺。
2個目だ。420。420。発で644。3回で644。つぼ。644あった。お祓いたたり祝福。なんか入れますか、じゃあ。祝福か。ああ。たたりか祝福、たたり。あとはあれだね、武器識別して。まず反撃から。はい、どうでしょう。1155。お店識別便利。反撃の盾ね。反撃1150。あべ、隕石のところに出てた。1155はプラ2だね。プラ2。拾う、つける、強い。タヌキ、悟空、847。ヤヤゲージ気になるな。847、プラ2。これもプラニか。強えな。水切り置く。2275。ていうか、剣と盾交互にやんないでまとめてやればな。水切り2275でしょ。水切り結構上じゃねえか。あれ、あ、水切りは剣か。2275だからプラマイだな。水切りプラマイでしたね。呪われてないっすね、今んとこ。全然入れる。狼。661ってさっき、あれだっけ、大丈夫なんだっけ。鬼狼。661はプラ1だな。プラス多いな。あれ、ああ、そっかそっか。拾っただけか。ヤヤゲイズ、ここでかい。ヤヤゲイズがマイナ。まあ、マイナでもまあ、合成でいければまあ、関係ねえっちゃ関係ないけど。3500は、プラマイっすね。うん。一応見とこう。ヤヤゲイズ、プラマイ。オッケー、プラマイね。これ使いやすいっすね。
お店入るとね、あの武器は識別できるのいいですね。混乱なばりと盾がえれい強くなったな。銀はあの帰りに飲みましょう。あとなんかあるかな。あ、丸い星型なんだっけ。3で402のつぼ、3で402のつぼ、あった。底抜け監禁封じ、あー402か。402のつぼ、402、少し下がる。大丈夫だよな。横向いてるな。これ多分ダメなんだよな。マゼルンに、よし、じゃあなんかつけよう。あ、こっち見てなかったか、まだ。しまった、こっち見てなかったか。金子も、まあ、混ぜる。まあいいや、それとあるやつで。まあ、ゲイズ、水切り、いや、水切りか。ゲイズ、水切り。なんでもいいな。ゲージつけるか。ゲージつけよっか。まだ見てないやつ、まだ見ぬ世界。金子見ますか、とりあえず。金子が630、これ多分大丈夫だ。金子プラマイ、金子はプラマイですね。なんでもない。はい。あったあった。これね。560。手元560。手元560。プラマイだな。おい、話が違う。ギャザーもなんか強かったし。てか、点滅まで行かなくてよかった。14か。まだでもな、2桁のうちはな。復活2800。復活高いんだよな、やっぱ。復活2発。なんか大丈夫そうな気がする。復活2発はプラマイ。
げるで、なんか来てる。あれ俺つけてる、混乱ってこと。つける、はい。呪いのアイテムあらず。あー、これか。棍棒1050、多分これも大丈夫だ。気不隕石1050プラマイ、オッケー。プラマイでした。良いぞ。あとはもうマゼル兄貴次第か。いるといいな。いた。じゃあ、いっぱいつけてっていいな。水切りつけるか。まず属性からでしょ、やっぱ。あーでも、まあ行こう。投げる。こういう時にね、石とかあるとね、楽でいいんだけどね。切り。どうしようか、感電とか一回振るか。うそ。ハイスピードパコレプキンがやばい。ちょっとハイ、うわー、ハイスピードパコレプキンはちょっと。あ、これはいいんじゃない。木の家具土3675、しかも来た3675。炎、プラ1ね。勝ちました。あ、倍速ついてんじゃん。混乱投げる。一発で終わった。きたー、うえーい。強すいませんね、何回も。敵いなくなってね。いや、ワクワクが異常だっただけなんだけど、なんか少なく感じる。来るべ、こっち。あれ来ないの？来なかった。全然敵いなくなっちゃった。どうしよう。次のエリア出るのかな？とりあえずでも、だいぶ良くなったよね。全然湧かないな、敵。これが普通なのか。全然悪いことしてないのに、なんかあっこに入ると、やべっていう気持ちになる。だよな。いなかったもんな、さっきな。ドゥンドゥンドゥルンドゥンドゥンドゥドゥン。
ミン。ミンでしたね。あとどうしよっか。カワソ、カワソも読んじゃうか。あれ、カワソ、読んだんだっけ？オーラゲシか。カバだ、カバ。水があれね。で、枠を確保しつつ、420とかな。402と420壺ね、そろそろ見てってもいいかなって思ってる。底抜けは出たから、ね、換金、封じ、フィーバー、変化、変化、割れないなんだよね。いらん武器出たらまあ入れるか。獣はあれだな、別になんだよな。入れてみっか、じゃあこれに。よっ。ほい。変化だ。丸い、2個目か。いや、あ、そっか、さっき落ちたんがよかったな。おー、盾が盾強っ、盾強え。マゼルン、ここにもいないかな、いないかな。ちょっとすごく嬉しいんだけどな。クソ大根ちゃん、これドレインついてないもんな。ドレインないか。いや、ドレインついてるぞ。ドレイン切りついてたわ。ファインプレーだ。あ、これも今やっとく。そっちも上がったか。手音すごいな、9とか。どんだけつけられんの。これいいのか。バカだ。待ってたぜ。なるほか。保存あっても入れられるものがないかんな。入れられんなら入れたいけどな。入れられるものがないっていう。識別ラスイッチ。あ、識別もない、入んないんだっけ。クソコーラ。え、なんて書いてあった。クリソコーラ。何クリソコーラって。クソコーラでいいや。やるか。お笑いだといいな。るつぼだと嫌な気持ちになる。あやな。あやなか。泥棒できるな。泥棒できんだけど、どうしよっか。トラウマなんだよな、俺。俺、あれ、一回ミスって死んでっかんな。こうか。なんか入れてみっか、じゃあ、2の方に。復活別にいいか、じゃあ。復活入れますか、じゃあ。2の方に入れましょう。はい。目配り。はい。こんな感じか。これ盗まれなくなるんだっけ？なんだっけ？落としたり取られることがない。まあ、綾菜とか、あれか。
ソコラでした。雑魚。どうしよっか。おならしたみたいな空間になってる。ドレイン切り持ってたけど、どうかな。紫ならまだか。これ緑になると結構きちゅいんだよな。きちいじゃねえかよ。浅い。浅いで押すか。ただ2個いらないな。うん。1個減っちゃった。どうしよう。うわ、出た。迷惑な話だ。無限に増えてくのやめろ。すげえな。あんな感じになる。普通もも欲しいな。普通ももが出るまでは回復できねえな。行こうか。多分ルツボだと思うんだけど、笑いかルツボ、笑いか。じゃあもうあれじゃん、ルツボになったね。弱すぎるか。420プラスは何が入ってんのかな。換金とか、換金とかかな。これ多分これ使わないんだよな。これ入れちゃうか。あ、しまった、これがあったんだ。どうしよう。どうしよう、なんかねえかな。あ、場所変え。ああ。あ、よかった。
あれ、外しちゃった。何やってんだよ。そうだ、忘れてたわ。あんなあったわ。監禁じゃない、手封じじゃない、フィーバー、フィーバーが割れない壺だ。はあ、倍速ついてたのか。はあ、怖い。こうは何だろうな。こうなるんですけど。やっちゃった。なんだ今の動きは。獣。ああ、光は一応取っとくか。セクシー、セクシー、よじれ、わかんねえツボ来たな。あやない、いいか。セクシー、よじれ、敵が全然いないなというか、本当にこっち来ねえかな。あ、そっち行っちゃうのか。こっち来そう。あれ、いたいた。ほっ、成長つけるかじゃ。次の階層に。てか、なんかもう一個あったよな。貴重だよな、この子。ウィロー、ドクターウィロー。ああ、タヌキ、ヒノキさんか。まあ、こいつならやってもいいだろっていう安直な。あ、俺あれ魔導だ。身代わりとか出たらね、結構美味しいんだけど。あ、水切りつけてるからか。
でもやっぱあれだな、剣が弱いな。やっぱ合成欲しいっすね、ここらで一発。カッパさん、たたりか、たたりじゃあいけるだよ。いけんわけがない。あ、くそ、斜め移動できんかった。彼は、あ、モーガナイトなの？モルガナイトじゃないんだ。水彩ついててこんなもんか。弱いなぁ。あ、ゴマちゃんにいけんの？マジで腹減らねえな。来ねえんだけど。ねえ、でもいいよ。たわね。腹持ち。は、OK です。大丈夫です。あ、なら、変幻に入れちゃおう。なんかいいの出っかもしれない。矢か。矢貴重だよな。この世界だと。あ、桃。これね、肩桃ね、結構ありがたいな。保存巻いてるから、やっちゃうか。肩ももはね、普通ももにしてあれですね。殺されるぞ。黄色。まあ、食らってもいいか。また出てきたよ、よくわかんねえの。天使の種、いつ使おうかな。もうそろそろ20なんだけど。20になったら使う？一匹増えてね。クマ、クマ、あー、そういう系か。識別の可能性を信じて、セクシー。チメグ。
やべ、スーパー状態になった。あ、合成いくか。なれば、剣が弱いんで、剣をちょっと強化したいんですよ。そんなにねえな、でも剣盾で2でしょ。狼とタヌキ、剣盾狼タヌキ反撃か。よし、あ、わかんねえのがあんのか。こっちでもどっちも剣だな。マイナーの可能性あるけど、封印とかにはならんから。よし、わかった。剣5本でいこう。光、獣、光獣、タヌキプラニがあるから、ああタヌキ、オッケー、分かった。合成に、まずテオも入れます。合成に獣入れます。合成に光入れます。これダメ。合成にタヌキ入れます。合成にタヌキ入れます。はい、ちょっと上がった。12だったんだよな、確か。ああ、いいね。5上がった。5も上がった。そうなんだよ。火力不足があれだったんで。え？ギャザーさんも混乱させることができる。本当に？クリアの突破口が見えたか。へぇー。ギャザーいけんだ、これで。食らった時で、こっち。すごいね。ギャザーに行けるんだ。レベル上がるね、もうちょい。レベル19。1000になったらかな、やっぱな。率高えな。どうしよっか。枠は一応できたけど。会心ついてんのか。ほら、ごまちゃんよくそんなとこで寝てられんな。
外しか。外しちょっと遅かったな。まあ、あ、でも、あれか。取り出す。飛びか。正直いらん。いらんけどどうなんだろうな。結構あれなのかな。行ける場所はあるのかな。埋めるんだな、あれ。なんで？食らわねえな。でももっとやべえのかと思ったけど、ああ卑怯だろ今の。なるほど。オッケー、結構上がった。
지 화진 났다 나. 섹시. 생거즈는 어쩌고 영 영대 생거즈는 영대 생거즈. 예비의 미카와씨. 아, これ もこうなんだ. 牛太が 来てないぞ。 牛太は 概念。 牛太は 最速する。 窓を、 あ、 これ入れるか。 よじれ入れる。 忙しいだろう。 あ、 なるほどね、そういうことか。 あ、 なんかすごい、すごいリアル。ありがとうございます。よろしく言っといてください。牛太さんにお世話になってます。 いや、 投げてもいいけど、多分あれ使わないんだよな、多分。 使わないから入れちゃいましょう。金とかになれ。金になった。換金ですね。換金でいらねえやつをお金にしていくか。でいいじゃん。なんかいらねえのあるかな。 さあ、腕はあっても多分使わないんだよね。広い識別じゃない限り。あ、値段だけ見るか、じゃあ。前回より多いっすね。多いけど、最後モリッとくるんですよ、モリッと。<笑>だから、一応ね、ギターの方がね、 6000残ってんですよ。 あれでとりあえず今週はいけんじゃねえかなって感じですな。混乱よけだけ欲しいな。痛恨混乱よけ。出すか、さすがに。で、売っちゃいますか。だるだな、店長の方行かないよな。仮に斜めに打っても店長に当たらない形にしよう。 俺はそんぐらいやっていいと思う。<笑>スキルズ割りまーす。あ、痛恨とかを。武器束ね、いるか？いらねえだろ。換金だ、こんなもん。<笑>いや、どうなんだろう。強いのかな、もしかしたら。週刊ミッション、あ、やりましたよ。 ぼちぼちだと思いますよ。うん、ちょっと待って、店長には行かないな。<笑>なんでもう一匹組んだ、マジで。
250。これさ、面白いんだよね。2800じゃん。換金に入ってるお金が。置いて、売ろうとすると、こうなるんですよね。この店主価値分かってねえ、物の価値分かってねえぞ、こいつ。ってなる。あ、B2 が3万なんでしたっけ？あ、デイリーってあれか。いや、あれ物理的に無理っすよ。いや、だってさ、あのデイリーはさ、無理じゃね？普通に考えて。デイリーっていうか、あれか、なんかウィークリーになったんでしたっけ？あれ？あー、消えてるな、そういえば。今日までだからかな。あ、プラス8000か。いや、あれって、あれ消えてる。それ狙いが多い。あー。いや、だって1、いや、別にさ、なんだろう。3回さ、なんだっけ、銭投げすんのは別にいいんだけど、ギフト3万ってさ、やっぱある程度人気の人じゃないと無理じゃん。ほんと完全にそこじゃないですか。うん、思ったんだよね俺。あ、そら無理だってなったっすね。換金割るか。お前もいるのか。やっぱね、それがあると本当になんかきついっすよね。自己課金。あー、まあね、それでだってね、残り確定だもんな。たださ、あれだよね、さすがにさ、運営もさ、多少さ、放置配信とかさ、目立つあれがいたとしてもさ、善意落とす人はやっぱ正義じゃないですか。うん、なんか邪険にはしないよね、きっと。700、遠投、力、束ね、下手投げ。いらねえなぁ。枠をちょっと開けてく。ロードナイト。これは何なんだろうな。1050か、わかんねえ。あ、そうだ、黄色い草。ずっと持ってた黄色い草を、ちょっと見てみますか。なんかブラックアウトしてましたよね、この間。画面。あれさ、なんか警告すら来ないってさ、じゃあ俺なんでバン食らったのってなっちゃうよね。3回ほどもらってますけど、私。ウィネが700ってことは、うわぁ、今引きあんのか。物忘れ、今引き、不幸だから。今さら、あ、無敵はもう出てるから。4分の3がやばい。これは食えないっすね。黄色は食えねえや。で、幸せが今さら出たからってなんだよって感じだしな。バック、ヘビー。あ、地名があんじゃん。んーだよ。地名読む。あ、じゃあ、お祓いかどうか、ついに確かめられる時が来たぞ。えい、お祓いでした。Thank you.
巨大なおにぎり。巨大なおにぎり2個ある。カブトムシみたいな。あ、これちょうどよかったな。これ食っちゃう。黄色い草、怖いなぁ。エビ。崖の巻物。おにぎり多くなってきたなぁ。これ食っちゃうか。食って、で、先に会計済ませちゃう。で、どうしようかな。デカオニ1個食っとこう。そのオニカとりあえず。まあ、管理しきれないですよね、運営もね。パケが500円、ヘビも500円か。ベニか。ベニも買っとくか。500円の草。500円の巻物、500円の草。500円の草。あー、器具にあるな。巻物で500は。巻物の500は、あれだな。巻物の500があれなんだね。洗濯系なんだ。まとまってんだな、じゃあ500は。モンスター、まあ、前はね、始めたての頃はやっぱ人が少なかったから、ちょっとそう、単純に多分そう、人が増えすぎてはあるよね。だってもうね、とりあえず10回配信して何時間以上やれば、とりあえずはあの最低1時間30円は、まあ、値段は置いとくにして、まず金銭が発生するんですよね。そこなんだよね。金銭が発生するってもそれだけで、値段はさておきなんだよな、本当に。縦23、剣も強くなった。いい感じですね。それはありますな。ヤンビあったっけ、なんか。でも全部見てるな、さすがに。まずは盾から。剣つけて、はい。昇格したら、ついに100円ですよ。100円ってでかいよね。で、崖が、てかね、マサルが昇格するじゃん。C2 になるじゃん。崖さん多分 C2 に落ちる。降格ポイント1万足りてない。マサル崖に並んだよ、つい。雲の上の存在だと思っていた崖に並ぶマサル。崖さんダメみたいですね。C3? あれ C3 なんだっけ？
C3 ってあるの？いくら C3 って。かけさんは C1 に落ちる。あの人今200円もらって、今200円もらってんの。どうだったんですか。怒るじゃん。そんで C2 で100円になるでしょ。マサルは今70円じゃない。あれ段階が、あれこれどっかで見れないかな。ランクないないからね。本当だ、 C3 がある。あ、 C2150 円っていうのがあるんだ。俺それ知らなかった。ああ、なるほどね。まあ、ともかくあれか、100円になるじゃん。100円で毎日4時間やってみ。月1万2000円になるんだよ。これはもうあれでしょう。1日さ、時給30円でさ、1ヶ月やったら3600円だぜって言ってたのが嘘みたいな。まさる気づいたら時給が3倍になってるっていう。甘い汁進めますね。さすがに3桁になると嬉しいでしょ。うん。3桁はさすがに嬉しくない？ここはちょっと上がってほしいですね。そういう念も込めて。うん。紅500か。うわ、キグニだ。店長のとこ行くなよ。おい！おい！やめろ、そいつ！復活してどうにかなんのかな。いや、これはもう一回脱出しよう。これはダメだ。なんでそんなことん。俺また同じことをしてしまったな。いや、あれね、強戦士って言って、強戦士の巻物引くと、目に映ったものすべてを殺しに行くっていう巻物なんですよ。ベルセルク、そう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 、ベルセルクっすね。そうだ、俺こないだ言ってたもんな。だってな、商人がいるフロアではあれ飲んじゃ、500飲んじゃダメって言ってたのにな。忘れてたわ。いや、さすがにさ、そこまで行かないと思ったんだよ。長いんだね、あれね。というわけで今日はこれまでということで。長いんだね。いや、俺、それさ、こないだ配信で言ったばっかなんだよ、マジで。多分ね、割れないとか、生きてるうちに終わんないんじゃないかな。これ一応この辺を最初に持ってこう。特に割れない壺とかね。いらねえやつ売っちゃうか、とりあえず。これでまた、あ、壺像とかあるのか。みんな思ってますね。三浦さん自体がさ、いや、俺、いや、友達が言ってたから、どうなの、本当にそうなのか知らねえんだけど、なんかアシスタントを使ってないっていうお話を、てか天使の種な。すごいよな。終わんないし、終わらせる気もないのかもしんないですね、もしかしたら。保持はいらねえかな、とりあえず。
ポジだったんだ。一応持ってくだけ持ってって、あれかな。あの、識別の回数を減らす的な。あ、幸せそうだったんだ。幸せあってもなって感じだな。割れない壺とかな。PC 冷えてきた。結構あれっすね。大変そうっすね。お金どうしよっかな。やり直し持っててよかったけど。いやー、器具にな。あのダンジョン自体でもそこまでやっぱ難しそうな感じは。危ない危ない、捨てね捨てね。もう一回行くかこれ。もう一回行こうと思ったけどもう12時だな。一回ここでセーブ中断。ギュータはさらわれてしまったか。かわいい、おこんとこはる。